新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が出されたのを受け、兵庫県では今日今後の対策を話し合うため、医療関係者らを集めて会議を開きました。県の対策協議会には、感染症を専門とする医師や有識者ら、医療関係者およそ20人が出席し、冒頭、井戸知事が関西地域で 緊急事態宣言が出された大阪府と協力しこの事態に対処していきたいと話しました緊急事態宣言を受けて開かれた今日の会議では県の方針を説明するとともに今後の医療体制について話し合いました兵庫県などは昨日新たに男女19人の感染を確認したと発表 県内の感染者は合わせて人となりました,また多くの感染者が確認された伊丹市の介護施設グリーンアルス伊丹はきょうから事業を再開していて今後は利用者とその家族の発熱の確認やマスクの常時着用など予防対策を徹底するとしています。